これから有限会社 KPD の紹介を始めます。よろしくお願いいたします。まずは会社のメイン業務を含めた自己紹介を簡単にお願いいたします。弊社はメインの方は1999年に基盤設計で創業しまして、もう二十数年になりますが、基盤設計の方では高密度詰め込むという設計を多くしていました。近年では東京理科大さんの方にインキュベーションを持つことにより、開発から製造、実装組み立てまでできるような会社に育っています。ありがとうございます。今回の展示会での一押しのサービスと、そのサービスがどのような課題の解決に適しているか教えてください。今回の展示のメインはアート作品から生まれた判断付けをせずにジョイントのみで導通させる技術がありまして、これの課題解決としてはですね、近年半導体不足もそうなんですけども、コネクターの入手が困難というところで、コネクターの代わりにならないかな、基板で解決できないかなっていう取り組みが育ったものでして、同じ基板の捨ててしまう部分にジョイントのコネクターに代わるものをお作りして、それによってコネクターの代わり、書き込みコネクターですとか簡易的なコネクターの代わりの課題解決に向けて提示しております。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いいたします。弊社の方は世の中にない製品の開発ですとか基盤設計、新しいものを取り組むことに慣れておりますので、皆様の中で新しいものにチャレンジしてお困りの方がいらしたら、ぜひ弊社の方にご相談いただければと考えています。ありがとうございます。以上、有限会社 KPD の紹介でした。